こんにちは、パーカッションの高文です。ゼロから始めるパーカッション、パンデーロ編。この動画では、アフロサンバというリズムについて解説します。アフロサンバとは、名前の通り、アフリカのアフロビート。と、ブラジルのサンバ。の2つを融合させたリズムになります。このアフロサンバのリズム、実際の楽曲の中で、演奏する機会はですね、そんなにはないかもしれません。ただこのアフロ系のリズムっていうのは複合拍子、ポリリズムになっていまして、パーカッションを演奏する上でリズム感を鍛えるのに大変役に立ちますので、ぜひこの動画でマスターしてください。では実際にアフロサンバのリズム叩いてみます。タッタッタ、タッタッタ、タッタッタ、タッタッタと3の倍数で進行するリズムで、ワン、ツー、あ、あ、あ。はい、前半部分はパッ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 で、後半部分はパパッパッパッパパッパッパッつなげるとパッパッパッパパッ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 アフリカ音楽やキューバ音楽を演奏したことがある方は、おっと思ったかもしれません。いわゆるですね、アフリカ系の、クラーベと若干形が違いますよね。これは僕の推測ですけれども、アフロサンバはやっぱりサンバの影響、サンバといえば2拍子ですよね、の影響がすごく強いので、パッパッパッパパッ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 パと、頭にしっかりと発音する音があるのではないかと思います。さらにパルチドアウトのような音程のアップダウンをつけると、ドッパッパドドッパッパドゥッパッパドゥドゥッパッパッと、より強調されたリズムの緩急が生まれています。はい、ではパンデーロで叩いてみましょう。低い音、親指ベースで。で、高い音をスラップで叩いてみます。ドゥパッパドゥドゥパッパドゥパッパドゥドゥパッパドゥ。はい、いかがでしょうか。今までやったパルチドアウトとか倍音とはまた違ったリズムのうねりをですね、感じられたのではないかと思います。では続きまして、間の部分にプラチネーラの刻みを入れていきます。パルチドアウト同様にスラップの位置が表と裏に、ありますので、普通にやろうとするとと親指親指中指中指と2回続けて叩くところが出てきてしまうので、ちょっと手順が煩雑になってしまいます。リズムのアクセントとしては、パッ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 。なので、親指側でも高い音、スラップ音が出せれば、ずっとですね、順手で演奏することができます。なので、これに合わせて今回ですね、新しい奏法を伝授したいと思います。その名も、親指スラップです。そのまんまなんですけども、親指側でも、こう、パッパッとですね、高い音を出す奏法です。はい、やり方はですね、今まで、親指、ベースを叩いてたと思うんですけれども、その叩く位置を、この、ヘッドの真ん中あたり、一番音が高くなるところですね。このあたりを叩きます。
で、親指の形も少しこう反らせて、なるべくピッチの高い音が出やすい形にします。こう緩んでるとですね、ベースを出すときは良かったんですけれども、高い音を出したいときはちょっと緩んでるとピッチが下がってしまいますので、クッと反らせてあげると鳴りがちょっと高くなります。通常のスラップほどヘッドにテンションがかけれませんので、親指スラップの時はなるべくですね、この持ち手の方の親指をグッと押してヘッドをテンションかけた状態にしてあげて、こうなるべくパッパッパッパと高い音が出るようにします。では親指ベースと親指スラップ交互に叩いてみましょう。せーの、はい、ポイントとしましては親指の回転のスピードをなるべく早く与えてあげるっていうことと、ヒットした時ですね、親指の先端と同時にこの親指の付け根の部分も、若干触れているようにするとヘッドにクッとテンションがかかってパッパッと、明るく高い音が出やすいです。さすがにこの指先で叩くスラップ音ほどですね、パーンと明るく高い音っていうのはなかなか難しいんですけれども、なるべくこっちに、近づけるように、練習してみてください。では新技親指スラップも覚えたところでですね、さっきのアフロサンバのリズムをやってみたいと思います。手順はずっと親指中指親指中指で、前半部分のスラップを親指スラップ、後半部分のスラップを通常のスラップを使って叩きます。ではゆっくりやってみます。せーの、ではできる人はもう少しテンポを上げてみましょう。ドゥパッパドゥドゥパッパドゥパッパドゥドゥパッパワントゥーアーアーアパンデロでのアフロサンバの叩き方は以上になります。手順的にもこの親指スラップのいい練習になりますので、ゆっくりからしっかりと練習してみてください。ここから先はリズム豆知識のコーナーです。今回のアフロサンバのようなアフロ系の8/6のリズムの場合、単にですね、8分の6拍子だけではなく、捉え方によっていろんな拍子の捉え方ができます。例えば、ドッパッパドドッパッパドッパッパドドッパッパと6つで取ることもできるし、これはすごく大きな括りでドッパッパドドッパッパドッパッパドドッパッパと2つで捉えることもできるし、ドッパッパドドッパッパドッパッパドドッパッパ3つで取ることもできるし、ドッパッパドドッパッパドッパッパドドッパッパ4つ、あるいはすごく細かくドッパッパドドッパッパドッパッパドドッパッパと12で取ることもできます。
このようにいくつもの拍子で捉えることができるリズムのことをポリリズムと言います。要は簡単な算数で12を何で割るかっていう話なんですよ。12を6で割ったら2、4で割ったら3、3で割ったら4、2で割ったら6、で1で割ったらまあ12になるわけですね。あるいは考え方としては、まあ時計のような丸いケーキがあったとして、まあそのケーキをまあ何等分で切るかっていう話になります。一つのリズムを多面的に捉えるポリリズムの感覚っていうのが体の中に入っていると、ものすごくですね、リズム感が良くなります。また他の人とアンサンブルをした時でもですね、とてもそのリズムの奥行きというのが出てくるようになりますので、ぜひですね、僕の動画の視聴者さんには、これをマスターしていただきたいと思います。トレーニング方法としましては、先ほどのアフロサンバのリズムを口で歌います。ドパッパッドドパッパドパッパドドパッパ。で、手でですね、そのリズムを2分割してみたり、3分割、4分割、6分割、12分割と、いろいろな分割、まあ、つまりいろんな拍子の取り方ですね、をしてみるという、練習です。ちょっとやってみますね。ドパッパドドパッパ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 ドみたいにですね、いろんな分割の仕方を歌いながらトレーニングしてみてください。もうどこでもできると思いますので、例えばお風呂の中とか、トイレの中とか、もう信号待ちしてる時とかですね、もう、ドッパッパッドドッパッパドッパッパッドドッパッパ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 ッパやっていただけると、体内リズム感がものすごく鍛えられますので、ぜひやってみてください。はい、こんな感じでパーカッションのレッスンや情報発信をしておりますので、よろしければぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また。